携帯鍋の中に捨てられたんですよ。その後付き合っちゃったんや。これどこにも出てない情報やから。タクヤとね、俺が最初に出会った頃、西麻布のプライベートお店に翔吾が連れてきてタクヤと会ってんけども、その時タクヤ敬語やった。で、半年間ぐらいは結構連絡もあったし、うちの店にも遊びに来とってんけど、急にばったり連絡なくなった時があってん。で、そっから1年間まるまる連絡なくて、タクヤの連絡先も変わった。で、俺はなんか嫌われたのか、まあなんかあったんかなと思って別にそんな気にも留めず、1年過ぎたぐらいに知らん電話番号かと思って、誰やろって言ったらタクヤやって。で、ヒガさん覚えてますかって言うから、ウーバーのタクヤですって。めっちゃ覚えてるんだよって、どうしたって。僕実は彼女いて。そうなの？あ、なんか柴崎コーチャーの付き合ってるって出てたなって。そうなんですよ。彼女にね、僕ね、携帯鍋の中に捨てられたんですよ。鍋って言ってなんでって言ったら、友達から来てる連絡とかも返したらあかんって言われて、彼女と鍋作ってくれる時に、携帯を僕がいじってるから彼女が怒り出して、携帯に鍋を入れられたんですよ。でも週刊誌には携帯おられたって書いてるんですよ。おられてないんですよ。鍋に入れられたんですよ。煮込まれたの携帯みたいな話になって。それでまあ、そのコーちゃんと別れたから、僕自由になったんでまた遊んでくださいってタクヤから連絡して、電話番号変わって前、東さんも含め、いろんな人になんか不義理かましたみたいになっちゃったんで、またちょっとこの番号登録しておいてくださいと。ああ、オッケーオッケーって言って、タクヤとはそのまま終わって。で、そっからずっとタクヤと続いてるけども。で、その後俺は、大阪におる時かな、たまたまタクヤも来てて一緒に遊んでる時に、その日、トリプル A がライブやっとって、大阪で。京セラドームじゃないな、あの時は。多分まだ大阪城ホールかな。で、俺はその前の週か、その前々の週に、直江の紹介で、新次郎と美佐子を紹介してもらって、あと事務所のマネージャーとね、4人でうちの店に飲んだから、そのまま美佐子に連絡して、今、拓哉とこ取ること来るって言ったら、あ、行きますって来たわけよ、美佐子が。で、美佐子とね、あの時の後、山崎まみっていうね、当時グラビアやってた子で、久保田裕樹って俳優とずっと付き合っててんけども、最近別れたのかな？そのまみと4人で飲んだよ。で、飲んだ時に、拓哉とね、美佐子がすごい意気投合して、その後付き合っちゃったよ、二人。これ、どこにも出てない情報やからね。今かなり暴露してるし、タクヤこれぐらいで怒らんと思うんだけど。で、タクヤから美佐子と付き合ったみたいなこと聞いて、美佐子から何も言われんかったんけども、その後美佐子は俺と連絡切りおったよ。俺が紹介したのにと思ったけど、もうええわって、そんな多いの俺めっちゃ。ずっと仲良くて紹介して繋がった瞬間に俺を切るみたいなやつ結構多いのよ、女も男も。慣れてるわ、と思って、どうでもよかったよ。で、拓哉からは付き合ったってこと聞いてて、あ、よかったよ。あの子ええ子やし、長い付き合ったってな、みたいな話したら、ほんまね、1ヶ月とか2ヶ月もせんうちに別れたって拓哉から来て、ごめんやで、ガーシー繋いでもらったのに。美佐子からなんか聞いてるって言われたから、いやいや、美佐子お前と付き合った瞬間俺の携帯切ったよって連絡先つって。だから全然知らんどうなってるから、つって。っていうところで、俺と美佐子の縁は切れ。で、拓哉も別れ。もう何年前やろ、それ。結構前やで。結構前。で、まあ、タクヤにも一応、ミサコと俺元気出たで、切られたでって言ったらタクヤが、いや、ごめん、なんか俺のせいやな、みたいな。全然構わへんねんけど、みたいな話して。それで、ミサコとの関係性が終わったっていう。タクヤもね、今までの彼女の遍歴で言ったら、もう昔から知ってるからさ、いろいろ知ってるわけよ。